フェルディナンド一世は、ナポリ王、ドン・フェランテとも呼ばれる。ナポリ王を兼ねたアラコムをアルフォンソ五世の書士。1478年、フィレンツェでパッチィケとメディチ家の間に抗争が起こり、その結果100人に及ぶパッチィケ関係者の処刑が、メディチ家によって行われた。パッチィケと結んでいた教皇シクストゥス四世はこれに、激怒し、ロレンツを破門の上、ナポリ王国と同盟して、 戦線復刻した。ロレンツォ・デ・メディチは大きな危機に直面したが、自らナポリに乗り込み、フェルディナンド・一世と会見を行った。この勇気にナポリオも感心し、和平が結ばれた。イゾアターツヨネ・ディ・インスロギア・コントロ・アイ、バロニ・リー・ベリー、1486フェルナンド・一世は1444年に、イザベラ・ディ・キアロ・モンテと結婚した。二人の間には六子が生まれた。 イザベンラの死後、1476年に、アラゴンオフアン2世の娘で10枚に当たるジョバンナ、ダラゴーナと再婚した。二人の間には子が生まれた。ありがとうございます。